皆さんこんこにちは墨田区長の山本徹です今回私からは新型コロナウイルス感染症に関する最新動向ワクチン接種に関することについてお知らせしますはじめに墨田区における感染の広がりを表す指標ですが6月28日現在療養者数と1週間の感染者数が増加しています重症患者を含む病床使用率 PCR 陽性率は低い水準を維持しており医療の逼迫は見られません次に日別の新規感染者数のグラフについてです墨田区では緊急事態宣言が解除された6月21日から新規の感染者が増加し直近の1週間で25%感染者が増えています職場や会食による感染が増加しており 現在国と連携したモニタリング検査を企業対象に実施するほか飲食店への見回りと感染対策の支援を強化しています次に一週間あたり感染者の年齢別内訳です20代と30代が増加し全体の55%を占めています一方60歳以上の感染者は5月10日から減少しています 次に教育活動と感染対策の両立に向けた新たな取り組みです緊急事態宣言が解除され移動教室など区立学校での校外学習が再開されました区では区立小学校の移動教室に参加する児童を対象に保護者の希望に応じて出発前に PCR 検査を無料で受けられる取り組みを来月から行います区の検査室で 複数の検体を一度に分析するプール方式を導入したことで大量の PCR 検査を行える体制を構築しました今回このプール方式を使うことで学校のクラスター防止子どもたちの安心・安全の確保が期待できます次に新型コロナウイルスのワクチン接種についてお知らせします 6月26日時点のワクチン接種状況ですが、65歳以上の区民の方は、接種対象者6万1034人のうち、1回目の接種を終えた方が4万5240人、74.1%、2回目の接種を終えた方が3万1842人、52.2%となっています。 これらを含めた16歳以上の全接種対象者24万5350人のうち1回目を終えた方は 64, 6万4648人 26.3%2 回目を終えた方は3万3601人13.7%となっています私も昨日6月28日に 1>, 1回目のワクチン接種を行いました。現在のところ、大きな副反応はありません。このように腕も上がりますし、肩も回ります。本日も朝から通常通り業務を行っています。今後、39歳以下の方の接種も始まります。多くの区民の方に接種をしていただくことで、集団免疫を獲得し、 それが皆さんの安心につながり、感染を予防し、命を守ることになります。ぜひご協力をお願いします。次にワクチンの接種計画についてお知らせします。それぞれの予約と接種の開始日はご覧のとおりです。予約開始時間はいずれの日も午前8時30分からです。接種スケジュールや集団接種会場、 接種できる各診療所や医療機関を掲載したワクチン接種特集号を全個配布します配布は7月1日から1週間程度をかけて行いますのでご自宅に届き次第ご確認をお願いしますまた令和3年7月1日時点で12歳から15歳までの方と令和3年4月1日から 令和4年3月31日までの間に16歳になる方へ7月1日に接種券を発送します今後スケジュールが変更になることもありますので最新の情報はホームページなどでご確認くださいワクチン接種の予約はコールセンターまたはインターネットからお願いします予約の空きなどが発生した場合には 墨田区の公式ツイッターでお知らせするほか区の安全安心メール等でも発信していますまたかかりつけ医やお近くのクリニック等に直接電話で予約することもできます詳しくは最新のワクチン接種特集号をご確認くださいなお予約システムで集団接種会場等の予約をした後にこれとは別に電話などで 大規模接種センター、クリニック、診療所などに予約をした際は、元の予約を速やかに取り消していただきますようお願いします。区では20代、30代、40代、50代の方への接種が本格化することから、新たに旧向島中学校、東京スカイツリーイーストタワー、東武ホテルレバント東京、 第一ホテル両国の四会場を増設します各会場の接種期間と接種時間はご覧の通りですまたファイザー製とモデルナ製のワクチンの違いはご覧の通りとなります詳しくは厚生労働省のホームページまたは区の公式ウェブサイト等でご確認くださいなおどちらのワクチンも高い有効性があることを踏まえると 副反応の違い等に関わらず、いずれかのワクチンを接種できるときに接種することが推奨されています。ワクチンを接種した後も、引き続きソーシャルディスタンスの確保、手洗いの励行、マスクの着用、密の回避など、感染拡大防止に向けてご協力をお願いします。 次に、ワクチン接種に関する区の取り組みについてお知らせします。今後の集団接種や職域接種の会場で、救急救命士などの皆さんに新たな打ち手となっていただくため、厚生労働省が定める基準に基づき、ワクチン接種の研修会を行いました。区内のの感染が落ちち着いていいてててるる今のうちに、先手ををを打ってワクチン接種を支援していただける方を でききるるだけ確保しし変異株との戦いいに勝ててよう接種を加速していきます区民の命を守り、一人一人の生活や経済活動、社会基盤をしっかり支えていけるよう、引き続き感染症対策に万全を期すとともに、スピード感を持って、かつ安全にワクチン接種を進めていくことで、一日も早く笑顔あふれる、 すみだの日常を取り戻せるように全力で取り組んでいきますのでご理解ご協力をお願いします。